カラーリングも結構いいね。これすごいな、こんだけあるといいな。設置してる時にね、音が鳴ってるじゃん、鈴とか、うん、で、見に来てんだよね。じゃあ待ってるよ。猫じゃらしってわかる？特にマロンとかさ、猫じゃらし好きやんか。やで、もう見に来てんのよね。ちゃちゃも待っとりゃよ、ちょっとな。さあ、見てください、この猫じゃらしの数々を。これが、私が長年かけて集め上げた猫じゃらしです。総勢、1,2,3,4,5,6,7,8 名の皆様にお集まりいただきました。これだけあればね、お家の子たちも喜んでくれることは違いないと思いますが、今回はどのタイプが一番いいかということで、こちらが紹介していただきます。これはね、ロングタイプのモフモフさんですね。はい、そしてこちらネズミ、もはやネズミがついてるっていう独特なやつですね。はい、3番目、こちらもう丸型のモフモフ。はい、4番目、これは羽がついてますね。これ結構ね、以前からマロンも好きで愛用しております。そして隣、これなんかしっかりしたタイプで、あまりふにゃらないっていう、ちょっと固めですね。はい、隣、これはね、ザ・ネコじゃらしでございます。これ好きよね。はい、そしてラストタイプは2番目、これなんか本物と似てるね、マロンくんかな。はい、そして最後がこちらですね。このさ、なんかついてんだよね。これもいいのかなと思うんだけど、まあやってみましょう。4は、うん、あ、俺予想し、あ、予想、あ、大丈夫。あ、しゅうちゃんから予想してたら、あ、でもやっぱこれとかさ、ヒラヒラしてるし目立つ、でかいしね。無難に行けば多分これなんじゃないかなって思う。お、やっぱ好きな、これは。そうだね、めちゃくちゃ食いつきがいいです、ぶっちゃけ。じゃあ1位だったやつを下の概要欄に貼ろうか。お、1番だったやつ、いいですね。じゃあ行きますか。行きましょう。じゃあ主役はあの子たちなんでね、僕たちばっかりつってもしょうがないです。それでは、解放したいと思います。いくよ、マロ君、いくよ、オープン、どうぞ。てちょー、てちょー、おいで。あ、早速行ったよ。たちゃんも来ましたね。早速行きました。この子たちにあとは委ねましょう。難しいね。こっち来ちゃう、こっち来ちゃう、俺らの方来ちゃう。あ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。猫じゃらし一番ようこそ、すべて大特価よ。一番こっち気になってる、このオレンジの黄色のやつ気になってる。さあ、どう、どれが一番気に入ったのかな。なんだ、マロン君より先にチャチャが行った。チャチャが一番最初に飛びついたのは、お、やはりネズミだね。あ、ちょっと一番右のやつも、うちの天敵やとみなしとるんかもしれん。早く排除せないかん。チャチャは、なるほど、天敵を排除しに行くと。そしてちょっと隣も気になっちゃうっていう。あ、でかいの気になるね。でかいの気になっとるよ、チャチャが。食べてるよ、むしゃむしゃしてるよ。むしゃむしゃタイムかな。チャチャが今やってるから、マロンがあっちにいるし、順番待ちか。すごいね、だってこれソファーギリギリだよ。こんなところにもかかわらず、これにしか目がいってない。最初ネズミ退治した後、このでかいやつ、ちょっと食いつきいいしね、なんなら。はい、もう持ってっちゃって、持ってっちゃってください。いいです、あげます、差し上げます、差し上げます。ちゃちゃ、あー、はい、ちゃちゃに、はい、これちゃちゃにあげます。はい、じゃあこれはちゃちゃのものに。はい、ということで、チャチャは一番こっちのね、ものということで。じゃあマロンくんあるから、また戻させていただきますけども、まあ、なので在庫からこちらはお渡しいたしますので、お待ちください。ありがとうね。よかったよ、これよかった、これ何がよかった、これよかったな、よかった、よしよし、行こうか、行こうか、チャチャ行こうか。はい、一番最初に反応したのはマロンだからね。おっと、やはり一番左、さっきからね、これが気になってたよね、マロン。そして、そうなめか、そうなめか。あ、でも一番左だな、面白いね。チャチャ一番右で、マロン一番左、まあ、俺から目線で言ってるけど。あ、それがいいの。こっちもあるよ、ほら、マロン君鳴らしてんのに来ない。揺らいでますね。あ、オッケー、わかりました。じゃあマロンくんこっちね、でチャチャがあっちやったから、2つで戦わせるわ。この2つは意外だったな、どっちとも。
じゃあマロはこっち、チャーチャーはやっぱりそれと楽したいだけじゃない、これ高いんじゃない、これ位置が、違う、わかりました、2つともありましょう。ということでご視聴ありがとうございました。面白い検証だったなと思う人はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。チャチャこれ奪ってったからね、チャチャ奪ったからね、こうやってガーってね、うん、それぐらい好きだったのかもしれないね。